ハンマケの本家の半間陽先生です。水耕栽培をの実験ということでね、ちょっとみんな下手くそなんで、本家、半間の本家なんで、田舎は特にね、百姓やってるんですよ。ね。で、その地主ですので、これは市販の早っぽにがですね。で、これはね、ハイポネックスですね。液体、混合で。一緒になってるやつですね。ハイポニカ2層になってるわけですね。A と B になってですね。だいたい、6グラムでずつ入れて、3リットルですかね。ちょっと指定が違うかもしれないんでね。これはちょっと注意してください。で、こちらね、簡単に、Amazon さんから購入したんだけど、Amazon さんから購入したんですよ。それでね、ポンプこのようにね、2つ、ちょっとこれ、パワーがあるやつ、こちらの方ね、991円だったんですね、これね、991円だったんですよ。ここにも載ってるんですけどね、991円ですね。これを買って、こう、ね、発泡スチロールですね、これ、ね、このように穴開けて、で、これなんですけど、あんまちょっとね、こういう入れ物にね、で、こう穴開けて、こうつくんですね。でね、みんな一層だけにするんだけど、ダメなんですね。ろ過経路で、これだとちょっとパワーがありすぎるんでね、非常にちょっと一番安い500いくらのやつね、ちょっと買い直しまして、こちらにあるんですけど、買い直したんですよ。こちらね、469円とか、776円のがあるんで、3ワットね、のポンプ、AC の方がね、使いやすいんで、で、それを購入したんですけど、下はこれね、もやし栽培機のマシンですね。これはちょっと別ですけど、でね、こちらなんだけど、まずこれ4層にするんですね。4層にね、ここは、これから発泡スチロールで分けるんです、ここ。分けて、浄化装置を4段にするんですね。で、一番最後で、このポンプで吸い上げて、一番ね、こっちの左側に上から流し込むんですね。で、ここを全部、発泡スチロールで封鎖しちゃいます。封鎖しちゃいます。で、一点の穴だけ入れます。ね。で、ここはね、こっちって、穴の方向、遠くね、穴開けていかないといけないですね。ここ穴開けたら、ここに穴開けて。で、ここに穴開けてね。で、ここから吸い上げて、こっちに流すというですね。できたら、お見せしますけども、で、この、ハイポニカのね、栄養とこちらですね。で、いいんですね。この場合4層で、実際5層なんですね。こうやるわけですね。で、こっから組み上げて、ね、流して、こっから出す。まだ穴開けてませんけど。で、こちらの穴開けはね、こうやってるんで、ここに穴開けばいいんですね。ここに穴開けていいんですね。ここに穴開ければいいわけです。でね、必ずね、ここに、結局5層なんだけど、上の段で1層でしょ？上から流して、それで、ここにバックつくんですね。だから、全部で5層なんです。5層循環。だから、5個のね、ボックスの中で培養していきます。ね。こっから吸い上げて、こっから流して、またこう、この層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 ね。ここに全部封鎖しちゃいますからね。ここのところにね。プラスチックでもいいんだけど、ね。で、封鎖して、ちっちゃいところに穴開けるんです。こう、ちっちゃいところに穴開けて、こうね。で、一番角、こっち角、この角でね、穴開けてね。
1点だけ、ほんのちょびっとなんですね。こんぐらいの穴ぐらいでいいと思うんですけど、これでまたこう釣り上げるわけですね。あ、それここは落とすんです。これは釣り上げるんですね。ここにね。ということです。で、水耕栽培は、1個だけのね、で、こう流して、酸素も与えながらね、で、流すようなことやってるんですけど、それはダメです。100% ボツです。ね。そういう機材もボツです。100% ダメです。で、必ず、ここに、層ね、層を作ります、ね。で、直接栄養剤がいかないようにね、あ、こっちに栄養入れるんだけど、ここでね、バイオするわけですから、ね。で、一番こっちに入れるんですね。栄養剤はね、全部。で、直接絶対栄養は与えないということでね。ここからすぐ栄養が上がっていきます。この巡回でね。この巡回でね。いきますから、この巡回で上に上がっていくわけですね。こう上がっていくわけです。で、落とすわけですね。で、ここに穴開けます。ここに穴開けます。ここに穴開けたら落っこってくる。ここに落ちるわけですね。ここに落ちるようにします。左に。で、ここだから、敷居をつけますから、ちょっと仮にね、ここに、敷居をつけます、こう。敷居ね。こう敷居つけます。全部敷居つけます、こう。完全にね、敷居つけて、ちっちゃな穴開けるだけでね。ね。一箇所だけね。こう敷居つけてきます。こういうふうに敷居つけてきますから、ね。この中は4層なんですね。4層になるんですね。4層なんですね。これがちゃんとして、もうちょっと実際は多くしないといけないんですけどね。まあ小規模ながらでやる場合はね、この発泡スチロールでね、できるんで、ね、ちゃんと5層にね、上も入れて、5層でのね、敷居のある、だから、5個のね、で作るということですね。ブロックでね。これ大事なんで、ハイポニカの上でね。